はい、よろしいでしょうか。さあ、それではこんなメンバーで本日はお届けしようと思いますが、それではまずはじめにインプロマニア名物のカテゴリーというゲームをご覧いただこうと思います。これあのね、今回のポスターチラシの、右側が確か俳優で左側が芸人ということだったんで、それでまず分けてやってみましょうか。はい、はい、じゃあ俳優チームから始めてみましょう。じゃあ芸人チームは後ろでちょっとお控えください。はい、あなた芸人。芸人。一応ね、新喜劇の役者さん。芸人。ちょっと。どんなにやってたんですか、芸人。面倒見て。一番長いでしょ。老人です。老人。はい。俳優チーム。中国には俳優って書いてある。全員の申告どうでしょう。さあ、それでは。今回もかなり複雑なお題を用意いたしました。私があるテーマを申し上げますので、それを私に指を刺された人は即座に答えるというゲームでございます。これがカテゴリー。間違ったことを言ったりお手つきをしたりしたらその時点で失格となります。優勝者が決まるまでやりましょう。それでは第1問、俳優ですからね、私を考えてちょっと扇形ぐらいです。ではいきます。はいね。外国語の種類、外国語の種類。外国語の種類、例を言うと1個減っちゃいますよ。あ、やべえ、もういらないです、いらないです。じゃあ行きましょう。では外国語の種類、ヒンズー語、フランス語、スワヒリ語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、英語、エスペラント語、日本語、韓国語。ごめんなさい、外国語なんですね。スーッといったと思った。スーッといったと思った。難しくなります。俳優ですから、ここにね。続編のある映画。続編のある映画、和洋問わずでいきましょう。ではいきます。続編のある映画、ミッションインポッシブル、エイリアン、ターミネーター、ゴッドファーザー、ロッキー、ゴジラ、スターウォーズ、男はつらいよ、スパイダーマン、釣りバカ日誌、花子とアン。映画でもない。警察人だと。びっくりした。花子とアン。映画でもない。映画って言ってる。じゃあいきます、はい、またちょっと演劇らしいタイプ。演劇らしい、はい、みんなが首をひねった野田秀樹の新作タイトル。みんなが首をひねった野田秀樹の新作タイトル。野田さん、なんであんなタイトルにしたんだろう。それを答えていきます。みんなが首をひねった野田秀樹の新作タイトル、いきます。歯ブラシブルース、パパイヤと私、回る少年、ティーンウルフ5、ゴツゴツラウンドへ冒険、ごちそうさま、あなたが最後、私はあなた、ギロチン人間、抱かれたいわ、私を、ドドイツ物語、ヒゲ男爵、頑張れお父さん、コンビニ転覆、チャンピオン俺、白目の裏には何がある、ジャイアントパンチ軍団。ジャイアントパンチ軍団。いや変だけど、もう明らかに言葉がもう弱りかけてたんで。さあ、それでは決勝戦いきましょう。俳優ですから言葉を自在に使う人ですからね、はい。4文字しりとり、4文字の言葉でしりとりしてる2人です、はい、でも同じ人に2回指すこともあります。ああ、そういうことね。あで始めましょう、はい、あで始まる4文字しりとり、いきます。あんみつ、爪切り、リストラ、らっきょ、よっぱら。すごい。
瀬の優勝でございます。じゃあ、まあ、まず博士はもう優勝ということで、じゃあ続いて芸人チーム参りましょう。では芸人並んでください。じゃあ行こう、行きましょう。よろしいですね。なんでなんですか。一緒です、場所一緒です。真ん中やからよう当たるってことないですよ。何やねんここ差し地、差しやすいとこにちゃんと。お前真ん中お前濃いよ。ではいきます。簡単ですよ、答えはないですから、はい、自由に答えてください。芸人として言われて嬉しい言葉、芸人として言われて嬉しい言葉、これ簡単でしょ。ではいきます。芸人として言われて嬉しい言葉。謙虚やね。すごい面白かったです。ええ匂いするね。空気みたい。おったら助かるわ。優しいね。あなたは無限大ですか。ベテラン。いやすごいわ。なんでベテランって嬉しいですか。嬉しいです。ベテランって年いってるイメージじゃないやんか。まあ、まあ、ベテランね、うん、いろんな意味、うん、嬉しいわ。なんだよベテランやねって嬉しいわ。さすがベテランやね。います。あーね、ベテラン嬉しいですね。これはちょっと面白い問題かも。例えば矢野兵道のような2人の名前を並べたコンビ名。え、実際、ね、名字を取って、あの下の名前でもいいですよ。ほんまにあるやつですよね。あの例えばトミーズみたいなじゃなくて、はい、なんとかなんとかと2人の名前を並べた漫才コンビの名前。これ実際あるやつです。実際あるやつ。ありそうはダメなんですね。ありそうじゃないです。いきます。では矢野兵道のような2人の名前を並べた漫才のコンビ名、いきます。のりおよしお、たかしひろし、やすしきよし、高野寿司、阪神巨人、徳富徳並、いとし小石、りんご桃子。あ、俺が言え。りんご桃子。そこハイヒール。やった。ベテラン、ベテラン。違うくない。ここ数年代ハイヒールになったけど、昔はりんご桃子。何十年前の話でしょ。あー、コメントがベテランやな。はい、退場。さあ、行きましょう。どんどん行きましょう。さあ、ここからは答えがないです、聞いたこともない柔道の技。聞いたこともない柔道の技、いきます。聞いたこともない柔道の技。ひねり、よだれ投げ、またつかみ、爪柔道。あ、ちゃうわ。さあ、それでは決勝戦いきます。爪柔道。もういい。最もアホな悪の組織の名前は何の何。何の何虎の穴。あ、最もアホな悪の組織の名前、何の何。それではいきます。最もアホな組織の名前は何の何。ではご覧ください。隣の家。怖いよ、怖くないよ。何の何。おい、そんな大好き。おい、怖くないよって何や。事件やぞ、おい。さあ、というわけで、こちらは守谷日和、キャンサーの優勝です。